福田昇ボル八は、日本の文学者、翻訳家。君党は、随法中受賞。学位は、文学修士。熊本大学名誉教授、日本スペンサー協会会長。熊本大学文学部教授、九州ルーテル学院大学人文学部教授などを、歴任した。熊本県出身の英文学研究者、英史翻訳者である。熊本大学文学部や九州ルーテル。 学院大学人文学部にて教鞭を取った、エドマンド・スペンサーの詩の翻訳、研究を手がけており、長編女子詩、妖精の女王や三文や陰文の翻訳に取り組むとともに、スペンサー詩の数比構造や、妖精の女王登場人物の研究などを発表している。また、熊本県における英語教育の改善を訴え、熊本県英語教育振興会を組織し、 アメリカ人講師による教員の特訓や各校へのアメリカ人講師の訪問といったプロジェクトを展開した。なお、大学入学試験における超解力テストの必要性を指摘したことが大学入試センター試験へのリスニングテスト導入の契機となった。1933年、熊本県生まれ。1956年に東京大学文学部卒業。 1959年に東京大学大学院人文科学研究科修士、家庭修了。熊本大学文学部助手、講師、助教授を経て1978年に教授となり、1998年に定年退職するまで熊本大学において英語英文学の教育、研究に従事した。1998年に熊本大学名誉教授となり、 1999年から2003年まで、九州ルーテル学院大学人文学部教授を務めた。2012年には、随法中受賞を受賞。2001年、ケンブリッジ大学ペンブルック学寮のエドマンド・スペンサーの肖像画の前にて、クイーンズ大学教授、A、A.C. ハミルトンと福田のボルハチは、16世紀の英国詩人、エドマンド・スペンサーの詩の翻訳研究と日本の 英語教育改善の両面で顕著な功績を挙げている。翻訳面では、長編偶以上自死、妖精の女王の翻訳、出版において、会員中唯一のスペンサー専門家として、中心的に活躍した。これは1969年に出版され、我が国の西洋文学に関心を持つ者にとっては、 共談すべき事件として迎えられ、1969年度日本翻訳家協会、翻訳出版文化賞他を受賞した。妖精の女王の観訳は非英語圏の他国に先んじた業績として国際的にも注目されている。その後も解約の仕事を続け、1994年に妖精の女王解約版を出版、2007年には、 スペンサーの短集をまとめた、解約版、スペンサー詩集を出版し、スペンサー詩の日本語全訳を完成させた。これらの共同三文訳と並行して単独で、スペンサー詩の因文訳に携わり、因文訳、スペンサー詩集を2000年に出版した。また、2014年出版の、英詩の心では、蝶さ以降の英米の名詞を75兆分けによって紹介している。 ライフワークとして長年にわたって福田が取り組んできた妖精の女王の単独での陰文役は2016年に陰文役妖精の女王と題して出版された。福田の陰文役は原始の行の音節数を75条に置き換え、原始の行の長さと陰律の響きを忠実に反映させている。原始の意味を伝えるばかりでなく音楽的リズムで読者を楽しませる。 日本語への訳質は翻訳史上の同票として注目される。翻訳の仕事と並行してスペンサー氏の数比構造を調査して独創的見解を国際史に発表した。学会活動では1980年に日本スペンサー協会を組織し、以来会長として運営にあたり2冊の論集を編集出版した。また福田自身も 項目を執筆しているスペンサー百科事典の編集主管 AC ハミルトンを熊本大学に招聘して日本のスペンサー研究者との交流を図りその縁でロングマンの妖精の女王第2版には2名の日本人学者が肯定した本文が採用されたこれは妖精の女王研究の新たな標準テクストになると評されている 同所集裁の福田による120人余りの登場人物の同性を明らかにしたリストは、スペンサー研究の基本文献になっている。日本における英語教育改善面でも、画期的な社会的貢献をした。すなわち、1969年、元中日アメリカ大使エドウィン・オーライ・シャワーと会見して、英語教員の集中研修の必要性を痛感し、 熊本県英語教育振興会を組織し、中学高校教員をアメリカ人講師が8週間の特訓をする自主、研修会を1970年からの4年間に18回実施し、この自主事業を成功裏に完遂させた。この4年計画は、報道財団から初年度1万ドルの援助を受け、この支援は最後まで続いた。ライシャワーは1979年に出版された。 福田の著書、話せない、英語教師、語学開国を目指してに序文を寄せ、福田氏がこの事業を事業として成功させ、さらに一層大きな発展のための重要な実験としたその運営方法に私は非常な感銘を受けたと評価した。この事業は引き続き16年間アメリカ人講師を派遣して行う学校訪問と、 地区研修として1990年まで実施され、全20年間にわたる、この英語教育技術の向上と国際理解教育の推進への貢献に対し1990年度、白宝賞と文部大臣表彰を受けた。その成果は1991年出版の語学開国英語教員再教育事業の20年に発表されている。この教員研修事業を通じて、 福田は大学入試センター試験への超解力テスト導入の重要性を認識し、1982年、英語作大部会長の時にリスニングテスト導入を部会方針として決定。それを受けて同年、センター内にそのための実施検討委員会が設置されたことが、後年の全面導入への第一歩となった。福田は中学高校時代に自分が聞いて英語が話せるように、 なった、ヒューガは唯一講師担当の NHK 英語、会話講座の教え方を、家族英語の母語方式による番人向けの教え方と考えて、その出版に尽力した。すなわち、ヒューガは唯一著、みんなのカムカム英語と、カムカム英語、NHK 英語会話講座ラジオテキスト復刻版に、解説を執筆した。さらに、ヒューガは唯一のファミリーイングリッシュを、 トムリード公越で編集刊行した。ありがとうございます。